主の聖なる皆を賛美いたします。えー、最近多く交わす挨拶の言葉は何でしょうか。暑いですねっていうですね。暑いですね。えー、皆様お元気ですか、えー。本当に熱中症に倒れてあの病院に運ばれる方がですねあの増えております。 えー、皆様あの、この暑さの対策をですね、しっかりとって、えー、熱中症に倒れて運ばれることがないようにですね、気をつけていただきたいなと思います、えーまあ、水分をまめにとってですね、そして、えー、なるべくそのエアコン、蔵をかけている部屋にですね、いた方がいいのではないかと思います。えー、必要で、えー はない場合はですね、あんまり外にですね、出かけない方がいいかもしれません。えー、我が家においても。おまあ、本当に蔵はですね、好きではなくて、私はほとんど蔵をかけてはいませんけども。まあ、子供たちはですね、あの、さすがに、あの、蔵をかけておりますけれども。えー、まあ、昼間はいいんですけども、夜がですね、非常に眠ることが大変で。え今、今まで私は頑張ってですね、蔵をかけずに。えー 今頑張っているんですけども、えーまあ、私たち人間もそうなんですけども、えー、動物たちも大変ですよねこの暑さうち、えー、に新しい家族が増えまして金魚ですね、まあ、岩淵さんから頂い,いた2匹の金魚をまだ無事で、あのー、あの本当に元気に過ごしていますそれでこの前ですね天神祭りの時にうちの息子がですね 金魚すくいで2匹の小さな金魚をですね子供の金魚をまた2匹持ってきましてこれも元気ですねですから非常にあのそれをあの見るのが楽しみでありますそしてたまにですねあのちょっとあの彼らを見てですね非常に大変だなと思って私は時々氷をですね入れてあげてるんですねちょっと水温がですねちょっと熱いなと思ったらですね氷をちょっとあげたりして。 いますしまたカブトムシまた新しい家族がですねできましたカブトムシこれはあの掃除時にですねあの山崎さんのお宅あのなんかあの政治研究はありますけどもその帰りにですねあの電車乗るために行きましたらその階段のところにですねあの隅っこになんかうう動いてるいたんですよそれで見たらあのカブトムシでありましてそれそれを取ってですねカバンに入れて持って帰りまして そしてあの100円ショップに行ってですねあ,のあれをカブトムシ用のカゴですか300円のカゴちょっと大きめのカゴを買ってそしてえなんか環境を整えてあげてですねジェリーも買ってあげてですね今無事に彼も元気に今生きていますで本当に人間だけではなくて本当この動物もですね夏バテ非常に大変だと思うんですけども えー、私たちクリスチャンとしてはどうやってこの暑い夏を乗り越えればいいのかということでちょっと考えたことがあるんですねちょうどいい聖句が生み出されまして皆様にですねこの聖句を紹介したいと思います信玄の25章の25節まあスクリーンには出,あの出ませんので皆様が持っておられる聖句聖書をですね、えー、開けて下さればなと思いますけれどもそこには「 震源の25二25節に「遠い国から来る良い頼りは乾いている人が飲む冷たい水のようだ」と書いてあるわけですよ。「遠い国から来る良い知らせは乾いている人が飲む冷たい水のようだ」これこそこの御言葉こそがですね私たちクリスチャーにとっての冷たい水ではないんだろうか。こここれこそがこの 暑い夏をですね乗り越えていける秘訣ではないんだろうかと思うわけですよね。御言葉に、えー、満たされそして御言葉に燃えてる人はですねこの暑い夏を忘れるんですうちの教会に金城、えー、さんがいらっしゃいますよね93歳の、えー、自分の歳を忘れてるんですよね,ね、えー、そしてこの前私一緒にですね卓球したんですよ卓球。ね 金城さんは卓球の選手でありますし昔ですね卓球で賞ももらっている方ですあってでありますから非常に卓球するのが懐かしいとねあの言われてですねじゃ一緒に卓球,卓球しませんかと言って私が誘ったんですね誘いまして今5階に卓球台が設置されているわけですから皆様あの 卓球楽しみたい方はです、ね、いつでもいいので皆さんどうぞあの稲津先生の教科を得て <laughs> 使ってくださいね、えー、そうしましたら金城さんがです、ね、あのしばらく、えー、ラケットを持ってです、ね、考えるわけですよ、ね、もう60年前やったものを初めて60年ぶりにやるわけですから忘れたようでですね,ねその時初めてですね、えーまあ、今朝もそうおっしゃいましたけども 年を取ることが何か分かりましたとおっしゃったんですね。今自分が初めて老いるということ,があことにあの気づきました、えー。本当に私たちはですねあの、えー、この忘れるということは時にはいいかもしれません。年を取るることを忘れる ということはですねとてもいいことかもしれませんねで、この夏を忘れるということはですねとてもいいことだと思います忘れさせるその方法が何かこれは御言葉なんですよ御言葉を覚えて御言葉に生きる御言葉に燃えていくということがですねこの夏を忘れることなのかなとそう思います きょうはあの皆様と共にローマン章賞2二章25節から29節の見言葉をですねともに考えてみたいとそう思いますえスクリーンにあの書いておりますので皆様とともにですね読んでみたいと思いますはいどうぞもしあなたが立法を行うならなるほどカツは役に立とうしかしもし立法を犯すなら あなたの割例は部活霊となってしまう。だからもし部活霊の者が立法の規定を守るなら、その部活霊は割例と見なされるではないか。かつ生まれながら部活霊の者であって、立法を全うする者は、立法の文字と割例とを持ちながら、立法を犯しているあなたを裁くのである。というのは、 外見所のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見所の肉における割礼が割礼でもない、かえって隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また文字によらず、霊による心の割礼にこそ割礼であって、その誉れは人からではなく、神から来るのである。アメン 皆様ユダヤ人はですね、本当に優れている民族だと思いませんかなぜなら、今も世界で多方面にわたって著しく活躍しているからであります。政治、教育、経済、金融、医療、文化、芸術の世界において、本当に優れた業績を残しています。 しかし、だからといって、それが必ずしも霊的な祝福に預かっているとは言えません。もしユダヤ人が神の御心に従っていたならば、神の約束されたとりに、彼らはもっとすごい、もっと素晴らしい、すべての国々から称賛される民族になったに違いないと思うからであります。 ユダヤ人であるパオロがローマ人に送るローマのローマに住んでいるユダヤ人に送る手紙の中でなぜユダヤ人が神から多くの特権に預かりながらアブラムのアブラムに約束された全世界の祝福のもとになれなかったその理由について触れていますそして霊的なアブラムの子孫である私たちに対しても一種の警告と 教訓を与ええててていいいいまますすす、えー、今日はですねそのこととについて少し考えてみたいと思います、えー、聖書にはっきりと書かれていますけどもなぜユダヤ人たちが神様の霊的な祝福に預かることができなかったかそれはですねローマ書2章の25節から29節にありますように立法を知ることだけで そそのの法を行うことがことしななかかったからその理由なんですね知識は持っていましたけどもその知識に生きることができなかったわけであります。御言葉は全部暗記して暗唱していましたけどもその御言葉が指し示している神の御心を行うことができませんでした。 私たちはユダヤ人を見ながらですすね私たちは多くのこことととを学ぶががあるかと思いますユダヤ人が失敗したものを我々がです、ね、失敗しないためには私たちはその教訓をしっかりと身につけてまた心に刻みつけなければならないと思います今日の説教題は文字に生きることではなく霊に生きるとなっています 徒パオロは文字と霊を比較していますね。文字は立法を表しています。霊は神の思いを、神の心、あるいは愛を表している言葉であります。ローマ書2章21から23節の言葉を共に読んでみたいと思います。はい、どうぞ。なぜ人を教えて自分を教えないのか。 盗むなと人に説いて自らは盗むのか、貫飲するなと言って自らは貫飲するのか、偶像を忌み嫌いながら自らは宮のものをかすめるのか、立法を誇りとしながら自らは立法に違反して神を侮っているのかとても痛い言葉です。 あなたは神の言葉をよくしていながら、なぜその通りに行わないのか。あなたは人に神の言葉を教えながら、なんで自分自身には教えないのか。という意味であります。私にもですね、非常に痛い言葉であります。牧師として、牧師の立場として、 いろんないいことはいっぱい言いますけども、でもその言った言葉をですね、自分に適用することがなかなか難しい場合があるからであります。人を愛しなさい、人を助けなさい、人を許しなさいと言いながらですね、ついついそれができない自分を見つけるからであります。ローマ書,20ローマ書2章の24節に、 聖書に書いてある通り神の皆はあなた方のゆえに異様人の間で汚されているとても痛い言葉ですよねあなたたちのその行いで神の名は異様人の中で汚されている神の名が侮られているという意味であります実回の第三条目は何でしょうか むやみに神の皆を唱えてはならないうちの息子がここにいますけども彼がですねあの学校であるいはこの教会でめちゃくちゃに悪いことばっかりやってしまうとそれはお父さんの名前をですね私の名前を汚すことになるわけであります私たちはクリスチャンでありますね 我々は神様の皆によって呼ばれているものでありますから私たちの言う言葉私たちの行うその行為行動それは直接神様と関係あるものになってしまいますそういう意味でユダヤ人はですね彼らの間違った信仰間違った行いによって神の名が汚されていた とても痛い言葉であります。最初の23章13節に、イエス・キリストはとても辛辣にパリサイ派の人々や立法学者たちを批判しています。偽善な立法学者、パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。イエスもとても怖いですよね。あなた方は何である災いである。 あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない自分も入らないし入ろうとする人を入らせもしない少なくとも私たちはですねこのような人になってはいけないと思います人の救いまで邪魔して救われないようにする人になってはいけないのです 最近嫌な事件が結構起きてますね。この日本においてもアメリカにおいてもそうなんです。嫌なことがありました。いろんなことがあって、なんか、えー、この前ですね、あのなんか、えー、アニメーションあの事件があったじゃないですか。自分の小説が盗まれたとかね。それでそれを持ってどうしました？火事を起こして。 35名の人々を焼き殺したわけです気持ちがムカムカしたので包丁を買ってですね次々と人を刺していくような人がいますしアメリカではどうですかあのアメリカは怖いですよね実際住んでみたら怖くないんですけども。 えー、銃を持ってですね多くの人々を殺してしまうような多くの人々を巻き込んで共に死ぬということを今非常にですね多く、えー、行われています自分も天国には入らないそして入ろうとしている人さえも入れないように邪魔をする イエス・キリストはそのような人々に対してとても厳しく話をしたんだわけです災いだって私たちがイエス様を信じている信仰を持っている毎週教会に通っているそして神様にこの教会に来て礼愛をしながら町形信仰を持っているゆえに自分も 天国に入らないそして入ろうとしている人々を邪魔して入らせようとはしないのであればそのような存在であるならば間違ってます。災いであります。シトパウロはローマ章25節から29節まで「神の御心が何か」。 本当のユダヤ人が何か、本当のかつれを受けるものが何かということについて話をしています。ユダヤ人たちは、私はアブラムの子孫だ、私たちはアブラムの子孫だと言ってかなりですね、誇っ,っていました。しかし、彼らに何かが間違っていたわけであります。今日はそのことについて 考えてみたいいと思います3つのことを話をして、えー、終わりたいと思いますなぜユダヤ人は神様の大いなる祝福に預かることができなかったのか1つ目彼らは間違った先民意識による高慢とうぬ,ぼうぬぼれを抱いていました間違った先民意識による高慢さです うぼれです今ここにいる皆様のうちに私は謙虚なもの私は心低いものと思う人います私は私ほど謙虚な人はいませんこのようなこのここでせめてこのね選択教会の中ではいますかあるいは私はちょっと困まなところがあるなという思う人いますか 深言16章18節に「高ぶりは滅びの先立ち」「誇る心は倒れに先立つ」ということがあるんです高ぶりは滅びの先立ちある人が言います天国の入り口の門はとても低くてひざまずかなければそこに入ることができない 私は実際あの見たことはありませんけどもあの聖堂の中にですねある十字架のそのイエス・キリストを見るためにはその真下まで行ってひざまずいて上を上げなければイエス様の姿が見えないというそのところがあるそうですねその十字架の真下まで行ってひざまずいてそして上を見,見上げなければイエス様の顔が見えない 確かに言えることは、高ぶっている人は天国には入れない、救われないことであります。ユダヤ人はこの罪に陥ってしまいました。自分は選ばれた民だ、選ばれた民族だ、清い民族である。自分たちには神の立法が与えられている。 ですから彼らはですね、この世界中の人々を二つに分けたんです一つはユダヤ人もう一つは異邦人ですユダヤ人以外はみんな異邦人です異邦人は誰ですかユダヤ人から、ね、見る異邦人は汚れた者救われない者かわいそうな者 神様の恵みから外されているものというその考えを持っていたわけです。でも逆にどうなんですか異邦人から見るユダヤ人はどうなんでしょうか異邦人たちはユダヤ人たちのことをどのように思っていたんでしょうか異邦人はユダヤ教を野蛮な迷信とみなしたんです。野蛮な迷信。 そしてユダヤ人に対しては「最も嫌な民族」「最も癒しむべき奴隷の一団」と見なしていたようです。ユダヤ人は自分が選ばれた民と民族だと清い民族だと思っていたんですけども邦人から自分たちが呼んでいる邦人からはですね「最も嫌な民族」「最も癒しむべき奴隷の一団」 と見なされていた自分が人を見る時あの人嫌だなった嫌だなと思うかもしれませんけどもその人からその人はね自分のことを何と言う最も嫌だなって <laughs> お互いにそのような思いを持っている場合があるわけですよね。 2つ目は何でしょうかユダヤ人は偏った儀式中心の信仰を持っていました。儀式中心の信仰です。つまり、このパオロがですね、このローマ書2章で扱っている問題は、割礼の問題です、割礼。この割礼って、この知っておられる方、手を挙げてくださいませんが、割礼が何か分かりますよって。 いやあのカツレイが何かわからない先ほど誰かに聞き,聞きましたらわかりませんと言われましたのでまたですねちょっと教えてあげたいと思いますけどもこのカツレってあの神様がアブラームを呼んでアブラームがですね99歳だった時に アブラムと契約を交わした契約を結んだ時に行われて与えられた儀式ですよね男のね体の一部分を切り取ることですここまで言ったら分かりますよねはいアブラムの99歳ですまあ年取っていたアブラムを読んでね皮膚を 体のの一部分の皮膚をです、ね、切り取るそしてユダヤ人たちアブラハムの子供たち子孫たちは生まれて何日目ですか ?8 日目8日目には必ずこの儀式を行うですからこのユダヤ人と異邦人の違いっていうものがそこにそこにあるわけですよユダヤ人たちは何を受けているもの割礼を受けているもの異邦人は割礼を 受けないものを受けた者はアブラムの子孫であって救われる割礼を受けてない者は神様から救われないこの割礼というものを非常に大事にしていましたしかしそこに何が問題だったんでしょうか 割礼が悪いとか割礼が重要ではないとかという意味ではありませんまたいの23章の23節をですね読んでみたいと思いますまたいの23二23節でイエス・キリストは一つのことを指摘しているわけですはいどうぞ偽善な立法学者パリサイ人たちよあなた方は災いである ハッカーイノンドクミンなどの何ですか10分の1を宮に収めておりながらも立法の中で最も重要な公平と憐れみと忠実とを見逃しているそれもしなければならないがこれも見逃してはならない。 イエス・キリストがカツそのものが悪いとは言ってないんです。カツそのものを否定したのでもありません。それも重要でありますよと。しかしまた何が重要なんですか憐れむこと、愛、恵み、神様の御心を。 に従って生きることこれとても大切なことであります私たちが神様に何か捧げる儀式捧げる生贄っていうものも大切だと思いますけども目に見えないそのものも大切なんです皆様が今日安息日ですね守るためにこの場所に集まって来られましたいろんな用事があったと思いますそれを後にして皆様は 神様に礼拝ををさせることを選んで来られたわけですですからせっかく来られたんですから眠らないでくださいね時間を使ってお金を使って来たわけですからもったいないですよ体は許可にありますけども心はまだですね家に置いたままだとどうなりますか体はここにいて 説教者の顔を見てですね話を聞いているようで実は思いは考えていることは違うことを思っているのであればどうなんですかユダヤ人は神様に対して生贄やハッカーや1一を捧げましたけれども心は捧げなかったんです神様の御心を行うことをしませんでした 儀式中心の信仰にあったわけであります。使徒行伝十五章1節を読んでみたいと思います。ユダヤ人たちがこの割礼をどれだけ大切だと思っていたのかということが分かります。はいどうぞ。さてある人たちがユダヤから下ってきて兄弟たちにあなた方もモーセの慣例に従って割礼を受けなければ救われない。 といいていたどうですか割礼が救いの基準にまでなっていたわけです。割礼を受けなければあなたは救われない。今私たちがですね、いや今笑いますけども、笑いますけども、でも私たち教会もこのような似たようなことをやってきましたね。やってきましたね。あなた、この。 汚れた食べ物を食べれば救われませんよとかあなた安息日を守らなければ救われませんとかすぐ救いにつなげてしまうわけです食べることで、ね、この安息日で救いにつなげてしまうわけですよそうではないじゃないですか ですから私たちもユダヤ人に対して石を投げれないなって思います。彼らを,彼らを批判できないなってそう思いませんか。なぜ私たちも同じことをやってきたんだから。漱石17章1節2節をです、ね、読んでみたいと思います。アブラハムの99歳の歳時 主はアブラムに現れて言われた。私は善の神である。あなたは私の前に歩み、またき者であれ。私はあなたと契約を結び、大いにあなたの子孫を増やすであろう。神様はアブラムの年75であったときにアブラムを呼びました。そして夜空。 を見せてですね数々のその数え切れないほどのその星々をですね見せたわけです。そしてアブラハムに言われました「あなたの子孫を増やしますよと」「あなたを通して大いなる民族を作り上げますよ」その時アブラハムはそれを信じました信じたのでそれが彼の義となったわけです。 75歳に神様からのその素晴らしい約束が与えられたんですけども24年経ってもですねアブラムはまだ子供がいませんでしたサラの奥様の年もう89ですアブラムは99歳です子供はいません イサ作が生まれる1年前に神様が現れてアブラウンにですねその契約を結ぶんですそして割礼を受けなさい契約を結ばれその1年後にはどうなりましたイサ作が生まれたんです漱石の17章の10節を読んでみたいと思いますはいどうぞ。 男子は皆、か礼を受けなければならない。これは私とあなた方及び後の子孫との間の私の契約であって、あなた方の守るべきものである。あなた方は前の肌のすいません、皮のか礼を受けなければならない。それが私,私とあなた方との間の契約のしるしとなるであろう。 あなた方のうちの男子は皆いよいよ家に生まれた者もまた異邦人から銀で買い取ったあなたの子孫でない者も生まれて八日目にカツを受けなければならないですからこの時からずっとユダヤ人たちはカツを受けているわけです今はそのカツというものがですね救いの基準ではないことを かりますしかしその当時は活例というものは非常に大切なものであって活例を受けなければ救われませんということまで,です、ね、説く人がいました儀式中心の信仰はちょっと危ないです安息にさえ守れば救われますという教えは間違ってます この清い食べ物をちゃんと食べれば救われます。これも間違ってます。主に二度断食すればあなたは救われます。これ間違ってますよね。大切ではありますけどもそれを行うことによって救われるという意味ではなく救いは何ですかイエス・キリストを信じれば救われる。 これに尽きるわけです。救われた者が喜んでこの安息寺を守り、喜んで健康的な生活をすることをあの頑張ります。3つ目は何でしょうかユダヤ人たちにとってなぜ彼らがです、ね、神様の祝福に預かることができなかったのか ?3 つ目、神様に対する キリストに対する不信仰でありましたユダヤ人はイエス・キリストを拒んだんです。イエス・キリストが自分たちのメシアではないと言ってました。ですから大胆にイエス・キリスト十字架につけて殺したわけです。そういうイエス・キリストがメシアだと言っている人々をですね、捕まえて、捕まえて、牢屋に閉じ込め、苦しめたわけであります。 ユダヤ人から見て一番嫌なことそれはイエスがメシアであるということを伝えることなんですよその最も嫌なことをや,るのやったのがシト・パオロでありましたですからシト・パオロはユダヤ人たちからのもう一番嫌な一番真っ先にですね取り除かなければならない人であったわけであります ユダヤ人たちは神に対する不信仰を持っていましたつまり文字に頼ることを選んだわけです文字に生きることを選びました霊に生きることを捨てたんです文字に生きること霊に生きることが何かこの話を通してですね まあ次あの今から、えー、話をしますこの話,話を通して皆様の理解をですね少し助けてあげたいと思いますマタニイい6人書19章に一つの話が出てまいりますマタニイい6人書19章ある若い観官がイエス様に近づきましたとても大切な問題を持って質問を持ってきたんですイエス様イエス様どんな良いことをすれば私は 永遠の命を受け継ぐことができますかという質問でありました。イエス様ま、何とおっしゃいましたなぜ、良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら、起きてを守りなさい。起きて、という話をしました。今しめです。 この若い宦官は若い金持ちの青年はですねこの「エス様から起きて」という言葉が出ることを待っていたわけです青年は答えます殺すな加減するな父母を敬え隣人を自分のように愛しなさいこれらはみんな私は幼い時から守ってきていますほかにどんな起きてを守ればいいですか 何か欠けて,いるてがありますかそれがそれを先生あなたが指摘してくださるならばそれも守りましょうそれを守ったら私救われますよね私永遠の命を受け継ぐことができますよねと言ったんですイエス様はおっしゃいましたああ若者よあなたは本当に完全になりたいと思っていますねそうしましたら今から私が言うこの言葉通りに 実,実践しなさいあなたは金持ちであります。あなたが持っているそのもも持ち物を全部売り払い貧しい人,人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになりますよ。それから私に従ってきなさい。結果はどうですか、皆様。この 青青金持ちの青年はイエス様に従って参りまりしたもしその時彼がですね、イエス様に従っていた,いたのであれば、すごい弟子になったと思います。しかし自分が持っているものがあんまりにも大きかったので、彼はイエス様の言葉をそのまま受け入れることができませんでした。たくさんの財産を持っていたから、悲しみながら立ち去ったと書いてあるんです。 この若い青年に関する話はここしか出てません。使徒原稿録に、他の聖書にですね、彼の名前は書かれていません。英語で、almost という言葉です、almost。ほとんどという言葉です。この若い青年はほとんど神様の天国の入り口までたどり着きました。 しかしその内側に一歩を踏み外す踏み入れることはできませんでしたということですよほとんどです almost 私はあの点数スポーツテニスが好きですねでその時ですねいや almost 私が打ったボールがですね カかろうって、なんですかね。ちょっとのちが、ちがさで、外に出ていく場合があるんですよ。アウトですよ。で、皆さん、ウィンブルドンとか、あの、なんか、あの、U. S. オープンとか、なんか、点数、あの、見ましたら。どうですか。リスクリさん、なんか、すごいですよね。ボールを打ち返しました。返したらですね。この白線がありますよね。白線の。一ミリ図、一ミリ。その外側にですね。 なんか落ちるとそれ認められますか点数につながりますかそれでなんかあのビデオで撮りますねカメラでそしたら本当に0.5ミリですよ1ミリですよそれでもですねアウトと判断,判断されます almostalmost almost. 我々の信仰が almost このほとんどの信仰であるならばダメです あり余るほどの信仰を持って私たちは天国に入らないといけないあなたは残念でしたねもう少しもう少しで天国に入れたのにということを言われたら悲しくなりませんかその違いが何ですか文字に生きることや霊に生きることの違いなんですよ文字に生きることとは 書かれていることを真面目に真面目に守ります。ああ、勧するな。勧あ誘あ行っていません。私はうちの家内を愛しています。でも心では何ですか誰かをですね、考えてしまう。イエス様は勧誘だとおっしゃっているんですよ。でも、文字に生きるとは、ああ、まだ私は勧誘してないので、大丈夫、セーフだ。盗むな。物を盗んでないので、またーフね政府、政府、政府。ああ、これで私救われると。 しかし心は心はですねいろんな嫌なことを考えている人のことを、ね、欲しがる礼に生きるとは神の愛に生きること喜んで神様の教えをいただきながらですねそれを守ることだと思いませんか文字に生きるとはですねただ書かれているもの規則 規定、それを守るだけであってこの前テレビちょっと時間過ぎましたけどもテレビ見たことあるんですよね万引きこの前万引きのことがですねテレビで放映されていました万引き多いですねすばまけとねそっとあの入,れる入れるんですよ隠してそこで出たのがですね ささんんががですね常連さんがいつもそこに来ている常連さんそしてそのオーナーさんもですねその常連さんが来たらですね「あまた来らっしゃいました」って言ってです、ね、非常に尊敬をしている敬っているその常連さんが見事に裏切りましたね万引きして捕ま,え捕まえられたんですよそのオーナーさんがですね悲しいとこんなに悲しいことは今まではないと その人を信じきっていたのにその人がまさか万引きするとは一回だけではありません何度も何度も人の身を盗みながら万引きしていたそうなんです表では常連さんですよ文字ではなく礼に行きましょう神様の心に従って歩むではありませんか 最後になりましたけれども瞑想の言葉を読んでですねこの礼拝説教を閉じていきたいと思いますはいどうぞ「十字架以降は部活なカ礼。パオロの時代相変わらずカ礼にこだわっている人々がいて彼らはそれがユダヤ人の義務であることを示すために 聖書から多くの証拠を引き出すことができただがこの教えはキリストがカルバリーの十字架上で死なれたのでその後の肉のカツに価値がなくなったためこの時代には何の重要性もなかったパオロは人々の思いを当時のためのすいません、えー、ここでちょっと違いますねパオロは当時の人々の思いを 偉大な真理に向けようとしたしかしイエスに従うものであると主張するこれらの人々はユダヤ人の伝統と割礼の義務にすっかり熱中していったはい皆様の上にですね神様の恵みが祝福が預かるあの与えられることを祈ります。